表音文字は音表文字ともいい、一つの文字で音素、または音節を表す文字体系のことを言う。前者は音素文字、後者は音節文字という。表音文字に対し、一つ一つの文字が語や形態層を表す文字を表語文字という。表音文字の多くは、象形文字や表語文字に起源を持つ。これらの文字体系から特定の文字を借りて、文字の意味は無視して、 音歌を表すことに使ったのである。そのため、文字同士の形状の違いに規則性がない場合が多いが、後世に作られた文字の中には規則的な形状を持つものもある。標語文字が原則として単独の文字で意味をなすのに対し、標音文字は単独では意味をなさず特定の順序につながって初めて意味をなすことが多い。また、仮に一文字で意味をなしたとしても、 それはたまたまその言語に一音素の語や形態素が存在していたということを意味するに過ぎない。形式的に言い換えると、表音文字は言語の二重分節のうち二次分節のレベルで言語を表記するものであると言える。ただし、分節の程度は様々で音素の段階まで分節するものや、網羅や音節の段階までしか分節しないものがある。れに、 複数音節を表す文字を持つ、標音文字体系もある。音素文字は、音歌を変えうる最小の音の単位を1文字で表す。言語をまたいで、広く用いられている、最も代表的な音素文字は、いずれも、均等のしない文字、フェニキア文字に起源を持つ、ラテン文字及び、アラビア文字で、ラテン文字は主にヨーロッパで、アラビア文字は主に中東で使われている。その他に、 現在使われている代表的な音素文字には、キリル文字、デーバナーガリー、エチオピア文字、ギリシャ文字がある。中国語の音を示すために補助的に用いられている中音符号も音素文字である。音素文字では一般に音節を複数の記号で表す。一方、音節文字はある。種の響きのまとまりの単位である一音節や一網羅を一文字で表す。そのため、 音節文字は原則として1文字でも1音節あるいは1もラとしての発音が可能である。金文字などはこれにあたる。同じ表音文字の文字体系でも、言語によって用いられる文字の数や種類が異なる。これは、各々の時代の各々の言語の実情に合うよう、各々の言語で文字の種類が独自に拡張され続けたためである。ラテン文字のように多くの言語で用いられている。 文字体系の場合、一つの言語で用いられる文字の数はそれほど多くなくても、その体系に属する文字をすべて集めると、かなりの量になる。もっとも口実の通り、各々の言語に合わせての文字種類の拡張が行われない、あるいは不十分な事例もあり、不自由を生じている場合もある。ある言語で用いられる表記の単位のことをジボという。ジボは、 文字と一致することが多いが、言語や民族によってはより小さな単位を字母とする場合もある。ラテン文字の場合、字母と文字が一致しており、古代ラテン語ならば字母は21文字、現代英語ならば字母は26文字である。また、同じ文字体系の同じ字母がどの言語でも同じ発音を表すとは限らない。例えば J はドイツ語では、J をフランス語では、 を表す。また、表音文字は、発音と文字の一致が原則だが、例外は多い。これはその言語において、時代によって、発音の変化に、文字の綴りが対応せず、古い発音をそのまま残存している場合が多々ある、ためである。現代英語や、日本語の仮名における歴史的仮名遣いなどがこれに、該当する。あるいは、文字の数が発音の種類に対して不足しており、 一つの言語内で同じ文字が複数の発音を持つこともある。例えば現代英語においては母音の数が14種類存在するが、それに対応するだけの文字の種類が存在しない。またかつてのカナは、濁点が存在せず、声音と濁音は表記で区別されず、読者が文脈から判断した。一方で現代ドイツ語のように、聖書法を制定し、 ウムラウと記号の負荷によって、文字数の不足を補い、発音と表記の一致に努めている例もある。表音文字のうち音差文字については、原則としてシーンのみを文字表記し、母音は読者が文脈で判断する場合もあり、現代ヘブライ語のヘブライ文字表記などが該当する。古代エジプト語の表記もシーンのみであり、母音が異なるが表記が同じ場合の区別の、 方法として、単語の前に品詞名を表す記号を付加した。ありがとうございます。